アウディバーチャルトラベラーセラです。今ちょっと緊急で動画を回しております。YouTuber がね、一生で一回は言ってみたい言葉、緊急で動画を回しております。いや、今回本当、マジで緊急でちょっと動画回してまして、というのはなぜかと言いますと、台湾に関する情報のアップデート、それも割と本当に緊急で、知識が必要だったアップデートが、導入されたみたいなので、ちょっと確認とともに、周知徹底という感じでやっていこうかなと思った次第です。Uバイクに関する、違反点数の導入というものが、施行されたようです。7月の1日からですね、2024年7月1日から、これフォーカス台湾さんの、記事なんですけれども、Uバイク、台湾にあるレンタルの自転車ですね、こういうオレンジ色をした写真はめっちゃ白いけどオレンジ色をした Uバイクというレンタルの自転車がありまして、これクレジットカードがあれば、誰でも借りれるし、台湾の、ショートメッセージを受信する環境を持っていれば、ヨーヨーカーとかでね、台湾の IC カードとかで、借りれたりするようになるので、非常に便利で、私もよく使ってる、ね、台湾に行ったらもうしょっちゅう使ってるんですけれども、それに、違反点数の取り締まりというものが、追加されたご様子でして、交通ルールを守らないと、Uバイクが使えなくなる可能性も出てくるぞというので、どんなルールになってるのかというのを改めて確認したいと思います。台湾はまず、基本的に、自転車の扱いっていうのは、車両でございます。日本と同じです。はい。まず日本でも自転車が車両だっていうことをね、知らないっていう人はまずそこから直してほしいんだけど、というわけで自転車は車両なので、車道を基本的には通らなければいけません。そして、台湾の、車、自転車を含む車道、ね、車両は、車道のどちら側を通るのかっていうと、こう右左通る、ね、ルートがあると思うんですけど、日本だと、車は左側を通ってます。はい。2車線あった場合の左側、1車線でも左寄りで通ってます。ですが台湾は逆です。台湾は、右側を通行します、車はね。なので、自転車もその通りに やるんですけれども、加えて、どういう、ルール違反があるのかっていうと、長々とね書いてあるんですけど、簡単にまとめると、軌道での走行や歩道での、歩行者妨害、信号無視、車道での逆走、ここが多分1番か2番目ぐらいに注意するべきところですね。それから2人乗り、走行中の携帯電話の使用、またその他不当に使用する行為に対して違反点数1点を付すと。で、1年以内に累積3点で、2週間、14日間の利用停止、累積7点で1年間の利用停止となりますと。酒気帯び運転や違法薬物運転に対しては2年間の利用停止処分を下す。利用停止期間中はその他の年でも、Uバイクを利用できなくなると。なんでこういうことができるのかっていうと、Uバイクは、先に言ったように、アカウントに紐付けられて、クレジットカードなり、交通系 IC カードなりで借りておりますので、要はその、ね、クレジットカードの人、もしくはアカウントの人か、身分登録したアカウントの人、そのアカウントそのものを停止することができるので、こういうことができるということなんですけれども、まず、ね、当たり前だけど、この信号無視っていうのはやっちゃいけないよね。それは当たり前、日本でも当たり前で、この車道の逆走、これが重要です。さっき言ったように、日本とは左右逆になりますので、必ず車道の、右側を、走るように心がけてください。特に日本で車を運転している人、バイクを運転している人、免許証を持って運転している人っていうのは、逆になりがちです。はい、私も何度かうっかり逆になったことがありますので、これは私ともども気をつけましょう。車道は必ず右側を走りましょう。逆走はダメです。車やバイクが走っているのと同じ方向を走ればとりあえず OK なんで、周りを見渡して、
あのバイクの後ろをついていけばいいのかなとかね、あの車の後ろをついていけばいいのかなみたいな感じ、現地の人の後をついていく逆走はしないっていうことですね。で、2人乗り、まあ U バイク2人乗りする人どうなのかな、いるのかなって感じなんですけど、2人乗りももちろんダメです。はい。で、携帯電話の使用、走りながら携帯を使う人、まあよく見かけるんですけども、それも違反の点数になりますと。で、2番目、1番目か2番目か、これがね、厄介というか、軌道での走行や歩道での歩行者妨害。これが、まあ、割かし厄介。まあ、歩道を走っちゃいけない。まず歩道を走っちゃいけないんですけども、軌道での走行の、この軌道って何？チーラオっていうんですけど、軌道って何？って話なんですけど、軌道っていうのはこれ台湾特有のっていうか、台湾独特のシステムでして、台湾行ったことある人はわかると思うんですけども、建物の1階の部分に、2階が突き出ていて、ひさしみたいになってて、まあ、アーケード街みたいになってるところが多々あると、ね。特に台北の駅前付近とかそういう感じの、作りになってる商店通りっていうのがあると思うんですけど、あれのことですね。はい。まあ、あの屋根が出ているアーケードの下っていうのは基本的に人が歩いてる人が通るところ、歩道なので、そこを通っちゃいけないよと。U バイクで通っちゃいけませんよということだそうです。はい。で、まあそんなね、違反行為を見つけた場合、車台番号や違反の事実が分かる写真や動画を撮影し、陳情システムである1999を通じて検挙することができると。でまた同局は事故が発生しやすい場所でのパトロールを強化すると言っておりますので、はい、U バイクを使って移動するっていうことをよくやってる皆さんはですね、まあ、軌道を通過する際は自転車を押して歩きましょうと。で、まあ、日本人あんまこれいないと思うんですけど、ベルで歩行者をせかさないよう呼びかけました。ね、先日私ベトナムに行ってきたんですけど、ベトナムとかだと、歩行者をせかすというか、自転車が、俺がここにいるぞ、車がここにいるぞっていう、意思表示を示すためにしょっちゅう、ホーンとかベルとかも鳴らしたりするんですけど、まあ、それはやらないようにという感じですね。はい。歩行者があくまで優先ですよと。車、自転車が優先なところは車道。ね。軌道の下及び歩道は歩行者が優先。これは絶対、死守しましょうねという話でございます。はい。で、これでね、違反して、まあ、反則金がね、お金が取られちゃうのかっていうと、どうなんだろう。そこはわかんないな。書いてないんだよな。反則金は取られないのかな。まあ、取られそうな気はするけど、な、違反の点数がとりあえずそんな感じで1年以内に累積3点、3回、それが見つかってしまうと2週間使えなくなってしまうので、まあ、旅行中ね、何日間行くのか分かりませんけども、短い旅行期間中にね、例えば2泊3日で3日間あって、その3日間で全部1回ずつね、捕まったわみたいな感じになったら、まあ、まずそもそも捕まるっていうね、こういう状況になるっていうのがまず嫌な気分になるし、それでね、3日間のうち3日間全部捕まっちゃったとかなってしまうと、まあ14日間停止になってしまうので、まあまあまあ14日間ぐらいでしたらね、14日以内にまた台湾に入国しなければ大丈夫みたいな話ですけどね、うん、ね、で7点で累積7点で1年間に予定したから、1年そこからね、累積7点から1年間は U バイク使えなくなっちゃうからね、うん、まあまあまあ日本人から言わせてみもらうとですね、じゃあ別アカ作ればいいやみたいなことになるんだけど、抜け道、法の抜け道だね。台湾ね、先に言ったように台湾の SNS を受信できる番号があれば、アプリから簡単に登録して、っていうのができてしまうので、でその際に確か身分証とか使わなかった気がするんだよね。 SNS の番号だけでいけたと思うんで、で電話番号を、SNS が使える、ね、ショートメッセージが使える電話番号を、毎回空港でね、購入して、でそうすると毎回電話番号は変わるわけですよね。で変わった電話番号で新しくアカウントを取り直して、いやどうせ同盟の別人ですみたいな感じにすればね
ワンチャンこんなものは通用しないのではっていう風に若干思ったりはするんですけど、まあまあそういうね、あの悪い裏技は皆さん使わないようにと真面目にねちゃんと、使いましょう、ね。というわけで、まあ、一番気をつけなきゃいけないのは疲労の走行と逆走ですね。まあいろいろ言いましたけど、このねまさにこの写真がそうだね、疲労ってやつだね。屋根があるアーケード部分を通るときは押して通りましょう。そして逆走はしないように、台湾は、車自転車右側通行になってますので、右側を走りましょう。道路の右側を走ってくださいっていう感じですね。はい、以上で緊急で回した動画でございます。皆さん気をつけて、楽しい台湾旅行を、実現させてください。はい、私もね、今まだ、ベトナム、ベトナムの動画が全然まだ手つけてないし、絶賛フィリピンの動画をね、今作ってる最中でございます。もうちょっとだけフィリピン動画作ってたな。なので、で、そんな中でね、台湾行きをまた一回、近々決めてしまっておりますので、私も気をつけますが、皆さんも気をつけてくださいという話でございました。はい。まあ、この動画が参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、そしてベルマーク通知の3点をよろしくお願いいたします。バーチャルトラベラー、セラでした。良い、U バイクライフを。じゃ、またね。またいつか見てください。いつでも待ってるから。チャンネル登録と高評価をしてまたいつか会いましょう。またいつか会いましょう。またねー。